少なくとも今日の検察側の求刑4年っていうのは、もう執行猶予はダメですよという検察側の意思表示なので、ガーシーに対する論告求刑、4年ということで、まあ、正直驚きました。僕は、まあ、執行猶予がつくだろうと思っていましたので、私自身が2年6ヶ月執行猶予4年なんですけども、その常習性というところが、まあ、争いになっているので、もし常習性について、認められないということになれば、3月14日の判決で、この4年っていうのは一気に短くなって、まあ、執行猶予がつくですね、懲役2年、執行猶予3年とか4年とかになると思うんですが、なかなかこの常習性っていうのが、まあ、認められるか、常習性であるのか、そうでないのか、っていうのが、まあ、一応判決のポイントになってくると思います。で、もちろんね、警察側の求刑が重すぎて、4年をですね、3年にして執行猶予5年っていうパターンも考えられるようなんですけども、まあ、とにかく執行猶予がつけばいいと思うので、その、まあ、4年は重すぎて3年にして、いわゆる3年以下じゃないと執行猶予つかないんですよ。だから、休憩4年に対して3年にして5年にするパターンっていうのも十分考えられるんですけども、ただ冷静に考えたときに、ガーシー自身がまあ初犯です。これは裁判所も認めてるというか、検察も認めてるんで、初犯でね、まあ YouTube で芸能人、いやまあ芸能人だけじゃないのか、まあそういうふう、まあ名誉毀損したっていうことで、本当に刑務所に行かせてですね、強制施設なんで行かせる必要性があるのかっていうのは、少し疑問が残るところですけどね。これを繰り返しやってるんだったら実刑っていうのはわかりますけども、まあ、今回本人も反省してっていうことで、少なくとも保釈期間はちゃんとおとなしくしてるわけでね。執行猶予5年にすれば5年間はですね、犯罪をせずにいようという緊張感もあるわけですよね。だからちょっと僕は執行猶予を選ばれると思っていたんですが、まあ、いわゆる今日の段階で懲役2年6ヶ月とか、懲役3年とかであれば、そこに検察が執行猶予を求めるっていうか、まあ、執行猶予を求めるっていう書き方しないんですが、まあ、執行猶予でもいいよっていうのがあればですね、今日の段階で執行猶予は確定みたいなことがあったんですが、少なくとも今日の検察側の、求刑4年っていうのは、もう執行猶予はダメですよという検察側の意思表示なので、あとは3月14日に裁判所がどういう判決をするのかということになってきます。で、もちろんこれ執行猶予がなかった場合には3月14日一旦ガーシーは拘束されると思います。多分。で、その後またさらに保釈金を追加で積めば出てこれるということになります。で、第2審を争っていくっていうことになりますので、まあ、執行猶予がつかないとですね、2審3審と長引いていくということは間違いないでしょうし、まあ、これ逆にまたガーシー側がもし、組織的、常習性が否定されると検察はこれはまたこれで控訴するでしょうから、まあ今日の判、まあ求刑がですね、3年以内であれば、3年以下であれば、この裁判も3月終わると思っていたんですが、残念ながら4年という求刑になりましたので、控訴ということも含めて、ちょっとこの裁判の判断、最終結果は長引くだろうなと思いますし、まあでもどうなんでしょうね。さっきちょっとツイッターを見てたらね、どっかの歌舞伎俳優かな、親2人殺しても3年でね、懲役3年、執行猶予5年で刑務所行かなかったと。で、ガーシーは、まあ、芸能界を中心とした、まあ、ことをですね、やって、まあ、国会議員も辞めてるわけですから、社会的な責任も取ってると思うんですけど、まあ、それでも実刑を望んでるということで、うん、まあ、あとはとにかく皆さんがどう考えるかであってね、ちなみに私はガーシーとは直接会ってません。弁護士さん経由でガーシーの情報は聞いていますけども、直接はガーシーとは話も、LINE もしていませんということで、まあ、ちょっと厳しい求刑が出たなという解説でした。本日ガーシーの刑事裁判の2回目のですね、公判が開かれまして、なんと
元ジャニーズのですね、カウアン・オカモト君がガーシーを擁護する証人として法廷に出廷して証言をしたということであります。ちょっとニュース聞いてもらいたいと思います。カウアンさんは僕自身去年からジャニーズの性加害の告発をしていて、その時ガーシーさんは日本のメディアで唯一取り上げてくれて真実を伝えてくれたので、僕は勇気をもらったのでここに来ましたと。でいろんなことで落ち込むことがあったんだけれども、ガーシーさんは忖度せず真実を伝えてくれたと。そしてガーシーさんの方がジャニーズの真実を暴くという趣旨の企画の募集をしていたので、それに僕は応募をしてコラボが実現して生配信に至ったと。そしてガーシーさんは非常に日本のメディアの中で忖度なく言ってくれるので影響力があると。どこのメディアも報じてくれなくて、日本の多くのメディアは切り取ったりするので不信感があったので、その後日本のメディアからも多くの取材依頼があったけれども受けなかったと。ただ BBC の取材はその後受けたと。で弁護人からですね、この今でこそ非常に大きな問題となっているジャニーズ問題をこの世に知らしめたメディアというのはどこのメディアだと思いますかという質問に対して、カウアン・オカモトさんはガーシーさんがいなかったらこの問題は出なかった、日本のメディアで唯一報じていただいたガーシーさんの功績は非常に大きく僕自身救われた部分が多いというふうに証言しました。まあ、非常にね、いい証言をしてくれてですね、まあ、ガーシーも喜んでると思うんですが、まあ、要はねテレビがまあ全然ジャニーズの問題取り上げなかったんですね。でそんな中、ガーシーが去年11月にやってくれた動画がこういうものですね。そういうことを自体から呼ばれるってこと、なんかまあみんなの中ではそのお気に入りみたいなイメージで、うん、その日にもジャニーさんも言ったんですよ、うん、でまあこういう形でですね、昨年の11月にガーシーとカワコが会話を、まあ、YouTube で、まあ、ライブ配信をしたと。でその後ですね、まあ、これだけではなかなか世の中に出回らなかったというところで、まあ、カワン・オカモト君がですね、まあ、たまたま DJ 社長の、まあ、レペゼンホークスのコンサートで僕と席が近かったために僕に声をかけてくれてですね、今年の3月このようにですね、会談してます。元ジャニーズのカウアン君です。カウアン・オカモト君でいいかな、まあ、こんな感じですね、まあ、今年の、まあ、3月16日、まだ僕とねおっさんが仲良くしてた頃なんですけども、カウアン君にですね、このような形で、YouTube で、取材をさせてもらいまして、まあ、これは今大津と出てるのは 3分ぐらいなんですが、まあ、実はカウアン君から僕はロングインタビューでですね、これ何分かというと1時間16分にわたり実はカウアン君の独占インタビューしてるんですよ。まあ、こういう形でですね、カウアン君のことを、まあ、ガーシーから引き継いでって話じゃないんですが、ガーシーが世の中に出したこのジャニーズの問題をですね、私は日本国内でこうカウアン君と協力しながら拡散していたと。で極めつきはこれですね。これが一番僕はこのようにですね、政権放送を流してるんですね。政治家女子48党の政権放送です。これ NHK で実際流れました。この政権放送は政治家女子48党が自ら制作して提出したものをそのまま放送します。ジャニーズには全て学んだんで、最初のが感謝もすごいですし、まあ、全てを学んだ本当に親みたいなものでもあるんで、ジャニーズさんとかは性的なことは嫌だったけど感謝がすごいあるから、なかなかだからそのちょっと違うんですよね、多分感覚が。そうカメラの前で話すのは元ジャニーズジュニアのカウアン・オカモトさん。これ今年の4月15日ぐらいに出してるんですね。カウアン君にインタビューしてるのがチブ・ガーシーであったり私立花隆であったりというところで、皆さんこれ我々がこんなことしてるだっていうのをほとんどの人知らないと思うんですね。僕の YouTube 見ている方は立花さんがこういうことやったんだ、裏でやったんだっていうのはご存知なんでしょうけど、なかなかまだこれが伝わっていかない。やるジャニーズをぶち壊しに行ってるのは間違いなく私やこの政治家女子48党というか NHK 党という国政政党がやってるんですよ。でそれをですね、一番分かっているのがカウアン・オカモト君であり、
ガーシーである、まあ、そのもちろんガーシーの弁護団の皆さんも分かっているから今日わざわざね川上君を法廷に呼んで、このような証言をしてくれたというところで、川上君も非常にその今お礼の LINE をしておきましたけども、厳しいというか、法廷に出るっていうのはなかなか勇気のいることだとは思うんですけども、このようにですねちゃんとガーシーの功績、当然ガーシーの悪い部分もあるんですよ、それはもちろんあります、人ですし彼がやったことが全部いいなんて僕も思ってないです、だからいいところもあるっていうことを今回ね評価していただいて、できるだけ罪が軽くなるようにということを願っております。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。以上です。 NHK をぶっ壊